皆さんこんにちは。今回は、初代ゲームボーイの、バックライトカスタマイズ版の、動作確認をしてみたいと思います。まずは、バックライトがない、ゲームボーイカラーの映像をご覧ください。ライトが反射して画面は見えていますが、暗いところではほとんど見えなくなります。ライトがなくなるとこんな感じです。次に初代ゲームボーイのバックライト、カスタマイズ版を見てみましょう。画面がはっきりと映っていますね。これであれば、暗いところでも、バッチリゲームで遊ぶことができます。ただ、暗いところでのプレイは、目に悪いので、自己責任でお願いします。ということで、今回は初代ゲームボーイの、バックライトカスタマイズ版の、動作確認をしてみました。今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録よろしくお願いします。